はい、皆さんこんにちは。 YouTube のことをちょっと知ってる人です。さあ、YouTube の利用規約が6月1日、2021年6月1日付で変更になりましたが、なんか変だねっていうところがまだ残ってるので、そこを、紹介したいと思います。何が変わったかっていうところに関してはですね、他の動画で説明しています。で、まず一つ目のですね、日本語として不自然ではないかっていう部分ですね。これは新しく追加された文章にあるんですけど、6月1日以降 YouTube との間の他の契約によりなんたらかんたら、 YouTube との間の他の契約により、 YouTube との他の契約があるって言うんだったら、との間の、これいらないよね、これね。YouTube との他の契約によりでいいと思うんですよ。これ原文の英語を読むと、直訳するとこうなるんですね。ええ。Google、Google 翻訳とか、そういったものを使って機械翻訳してもまあこうなると。で、何も考えずに YouTube との間の他の契約によりでまあ翻訳したんでしょうと思います。まあ別に間違いじゃないけど、これ変ですよねと僕は思うんですけどね。変じゃないと思う人もいると思いますけど。で、解釈っていうのが規約の利用規約の最後の方にあるんですけども、2019年12月1日にこれ文章自体は追加されたんですよ。そこに、2019年12月1日付で、本規約において含みますまたは含まれるますとは含みますむがそれらに限定されませんっていう文章になってて、まあ、規約の中に含まれるますとか含みますむっていう、用語はないですね。ここの解釈っていうとこだけで書かれてたものです。それがですね、何が変わったかわからない2021年3月17日の利用規約でも同じようになっていたと。変わってなかったと。これね、2020年 にもう変ですよって言ってるんですよ、いろんな人が。無視してそのまんまこの3月17日に変えてると。はい、フィードバックを聞いてるんでしょうかということですね。ほんでこれ、この3月17日の規約でも間違ってますよというのを、いろんな人が言ってましたと。その結果どうなったか、6月1日にどうなったかというと、6月1日付、含みますまたは含まれるますとは含みますが、はい、ここだけが修正されて、ここが修正されていないです。つまり含まれるますはまだ治ってないと。これでどうなんですか、これ YouTube の利用規約作ってる人。さっき言った不自然じゃないですかっていうのはまあともかくとして、これ明らかにおかしいよね。ここ直してここ直さないってどういうことなの。おかしいよね。はい、っていうことです。そういう人が作ってるのがこの YouTube の利用規約ということになりますね。はい、以上です。